皆さんこんにちは、近藤です。今日は変わった形のパフスリーブがついたブラウスをご紹介します。僕はこのタイプの袖をバタフライスリーブと呼んでいます。なぜかというと、ちょうど蝶が羽を広げたような形に見えるからですね。女性の体を表現するにはダーツが必要です。今回はこのダーツを利用して身頃からそのまま袖を作っています。バイアスの布目を使って柔らかくふんわりと立ち上がるように作るのが特徴的です。ぜひ皆さんもこのビデオを見て挑戦してみてください。それでは始めましょう。